地球の気温がどう変わるかというのは全くこう完全に化学といいますか物理の問題でありましてしたがって現在はまず何度でどういう状態であるかということを知らないとですね全く議論は宙に浮いてしまうわけですね。現在は地球のですね第三氷河時代正式には 第0っていうのがあるもんですから、えー、それを第1としますと第3まあ普通に言いますと3番目の氷河時代ということなので第3氷河時代とまあ言った方がいいんですが、まあ、地質学的にはいろんな事情があって第0氷河時代というのがあるもんですから今が第2と言ってるんですけどもまあ普通に考えたら第3ということですね。第3氷河時代の寒氷期まあ氷河時代の中でも、えー、さらに寒い時期を氷期と 氷の木と書きましてそれであの氷の木の間が寒氷期ですね現在の寒氷期は約2万年ぐらい前から始まりましたえ地球が暖かくなってそしてまあ現在に至っておりますがだいたいえ最近の最近と言いますと、もここ100万年ぐらいの間の傾向を見ますとねだいたい一つの周期が14万年から13万年ぐらいで まあそのうち23万年が温暖なか氷期でそれからまあ10万年から11万年ぐらいが完全に氷で覆われた氷期になるわけですね。そういうのを繰り返してるわけですが。前のか氷期にはネアン・デルタール人が活躍し現在のか氷期では我々ホモ・サピエンスっていうんですけど今の人間が活躍してるっていうまあそういうことになるわけですね。ですから まあまあ普通に考えますとあと1万年ぐらいで氷期つまりもうほとんどの全ての地球が氷で覆われるという時期になりますのでえまあ私たち物理学者から見ればですねいや今から寒くなるのにえ温暖化心配してんのっていうことになったのがこの温暖化の話が出てきた時の最初の頃の議論なんですね私名古屋大学におりまして。 その頃はあの政府の役,役人のような東大の先生なんか来てですね、まあ、名古屋大学で偉そうに地球温暖化が怖いんだっていう講演をされるんですよねまあ中央から、えー、管,管理が来るようなもんなんですけどで十分にその話をなさったんで私がこういう質問したんですよ。現在のの地球の気温はは15.5だと今先生は 温暖化が怖い、温暖化が怖いと言われたけれども、15.5度という現在の地球の気温っていうのは、別にあの、そうしようと思ってしたんじゃなくて、現在の成り行きで15.5度になってるだけだから、ちょっと寒いと思うんだけど、先生は何度ぐらいが地球、生物、人間にとって一番いい気温だとお思いですかと、こういう質問しましたらね、答えられないんですよ。 <laughs> だいぶ恨まれましたけどねまあそういうふうに何も基本から考えてるわけではないんですまずそれが一つですねそれからもう一つは私の発言が時々誤解されるんですが温暖化ガス、まあ、CO2 ですけどこれはやはりあの光を吸収しますから地球を温暖化するのは間違いないんですよここのところにトリックがあるわけですね私たち専門家が時々間違って言う間違ってっていうか 専門的な言葉で言えばですね CO2 が増えることによって普通に起こる温暖化は特に温暖化って言ってないんですよね温暖化しないと言ったりするわけですよつうのはそれはその CO2 が増えただけ暖かくなるのは当たり前で CO2 が吸収する光がありますからねそれは水分も吸収するんです人によっては水分が吸収する方がずっと多いとかそういうことを専門的に言っておられるんですがいずれにしても 例えば温暖化会議派と言ってる人たちまあ私なんかもその一人なんですがそういうふうにレッテルを貼られてる人たちっていうのはですね CO2 が温暖化ガスが温暖化の原因にならないと言ってるんじゃないんですよだから CO2 が増えればつまり石油とかそういうのを炊けば自動車を走らせたりテレビを見たりすれば、えー、気温が上がるのはもちろんそうだと思ってるわけですただですねその気温の上がるのが 問題となななるような温度なのかそれともそうじゃないのかっていうことを言ってるんですがそれがですねちょっと専門的な言い方ですとえ普通に CO2 が増えただけ上がるというなら問題がないという言い方がですね温暖化しないとこ取られるもんですからえ武田は温暖化すると言ったりしないと言ったりして何言ってんだって言われるんですけど。 えっと温暖化ガスが増えればつまり CO2 が増えれば温暖化すするのは間違いないなんですよただそれがですね4度とか6度とかいうな新聞に書いてあるような温度が上がるのかそれとも0 1度とか0 2度とかそういった温度なのかもっと簡単に言えば我々の生活に影響があるほどの温度が上がるのか誰も気が付かない程度なのか。 まあちょっと最近暖かくなったねとかですね、雪が降らなくなったねっていう程度なのか、それとも私たちがひっくり返らなくちゃならないようなですね、大きな変動が起こるものなのかっていうことなんですね。例えば、最近の例で言えば、台風はですね、日本付近が温暖化してすればするほど小さくなってるわけですよ、現実に。それから雨もですね、温暖化すれば海水が暖かくなるので、 雨の量が増えると思われているのに減ってるんですよねだから基本的な関係は逆になってるんですだから必ずしもですねあの温暖化ガスが増えれば温暖化します平均としてですねもちろんだけどその結果がですね非常に微細な時には非常に少小,小さい時にはですねいろんな台風の大きさとかそういうものが逆になるわけですからですから 単に温温暖暖化化ガスが増えたから温暖化するだからこうなんだっていうようなわけではないと言ってるのが難しいところなんですねもう一つの非常に重要なことはこのシリーズの中心なんですが温暖化を抑制するつまり CO 2を減らすとです、ね、何が起こるかっていうとままず第一に経済が停滞しますこれはもう日本,でよく日本の例でよく分かってるように、えー、世界で日本だけが温暖化抑制をしたんで。 GDP が先進国ではただ1か国だけ増えなかったということが起こっちゃったってことですね。まあこれは先回言ったようにあの国連のグレタさんがですねえまあほとんどは間違ってるんですが彼女が合ってることと正しいのは大人は経済発展を気にして温暖化を軽視しているとこれなんですね。つまり比較の問題なんですよねだからえ温暖化がひどく怖ければ経済発展を犠牲にしても 温暖化を抑制ししななきゃいけないけ温暖化すればむしろ台風が小さくなるとか雨が少なくなるとかいうんならですね別に経済発展を優先してもいいわけでこれは比較の問題なんですねそれから比較は3つしなきゃいけないんですね経済発展が一つ4つですかね四つ経済,経済とどっちにするかってことあと原発推進ですね本当はあは原発は CO2 に関係ないんですけどまあ今そういうことになってて えー、温暖化を抑制するためには原発を増やさなきゃいけないっていうことになってるので、まあ、原発原子力関係の人はみんな温暖化、えー、すると言ってるわけですがこれはまあるわけですねそれから寒冷化するんじゃないか、まあ、これはあの主力の考えですがむしろ温暖化じゃなくて寒冷化するんじゃないかだからちょっと温暖化しといた方がいいんじゃないか私なんかもそういう考えですね。 これから寒冷化の時代になりますからまあ出せる時には出しておいた方がいいと温暖化ガスを出しておいた方がいいっていう考えですねそれからもう一つは食料不足ですねこれもあの国の研究所とかそういうのは全く触れないんですよこれに触れるとねばれちゃうから <laughs> だけど我々のお米お米を食めますねこれは稲が温暖化ガスから米粒を作るわけですね野野菜菜もそううですね野菜っていののは空気中の 温暖化ガス CO2 から野菜を作るわけで人間も本当は CO2 を食べてる温暖化ガスを食べてるんですが直接は食べられないので稲とか米とかに依存してるあ稲とか野菜に依存してる牛肉でも豚肉でもそうですね牛肉とか豚肉は例えばトウモロコシを食べるわけですからトウモロコシは CO2 だということですねで。ですから私たちがやるべきことは温暖化するかどうかではなくて。 温暖化の程度がどのくらいで、それと比較すると食糧不足とか寒冷化とか、それから経済発展と比べてどうなんだってことを言ってるわけですね。しかし、このデータは絶対に国の研究所も ＮＨＫ も出しません。それは利権があるからなんで、そこは僕ら日本のために考えなきゃいけないと思います。